今日もお客ゼロか。俺の名前はアルト。このラーメン屋の店長だ。この店は親から引き継いだ大切な店なので、味には磨きをかけているのだが、このところお客さんの入りが悪く、経営はかなり厳しい。今日はもう閉めるか。明日こそお客が入りますように。神様でも仏様でもキリスト様でもカリスマ様でも誰でもいいから助けてくれよ。何事だよ。そこに現れたのは、明らかに神や仏の類ではなさそうなボロボロの格好の女性だった。しかもお腹が大きい。一体何があったんだろう。あまり他人の事情に首を突っ込むのは良くないんだろうけど、こんなのほっとけないよな。おい、お前ちょっとつらかせよ。なんでそんな柄の悪い声のかけ方するぷに。ごめんなさい、ごめんなさい。今日私ちょっといろいろあってお金1円も持ってないんです。なので、カツアゲとかはちょっと他を当たっていただいた方が。はあ、お前何言ってんの。あ、悪い悪い、俺あんまり愛想とかないからビビらせちゃったのか。俺はあそこのラーメン屋やってるアルトって言うんだ。お前は？奏と申します。うん、そう。じゃあ寄ってけよ。ビビらせちゃったお詫びにラーメンおごってやるよ。え、いやそんな。まあいいから入れよ、腹減ってるだろ。俺はこの奏という謎の女性にラーメンをおごることにした。この店には人にラーメンをおごっているような余裕は正直ないが、ここで放っておくとなんだかすごく後悔をするような気がしたからだ。本当に？いいっていいって。いや、だから気にするなって。そうじゃなくて、麺固め、背脂増し増し、ニンニク増し増しでお願いします。なんだよ急にズーズーしいな。すいません、ついあまりにもいい匂いだったので。まあいいから任せとけ。はいよ、お待たせ。特製ラーメン、麺固め、背脂とニンニクが増し増しね。本当に私お金持ってないんですよ。だからいいって、余計な注文までしておいてよく言うよ。本当に本当にいいんですね。食べますよ、食べますからね。しつこいな、早く食べなよ。ありがとうございます、いただきます。おいしい。何ですかこれ、おいしすぎる。まあこれはラーメンだ。それはさすがにわかりますけど。まあそんなに喜んでもらえて俺も嬉しいよ。誰かにこのラーメンを食べてもらえるのも久しぶりだしな。え？ラーメンうまいだろ。はい、おいしいです。この店は亡くなった両親から引き継いだ大切な店だから、必死で守ろうと味に磨きをかけまくったんだ。だから自信はあるんだけど、俺は商売が下手くそだから客が全く入らなくて、もう経営は限界なんだ。もうどうにもならないから閉めようと思ってるんだよ。そんなに厳しい状況なのに私にこのラーメンをおごってくれたんですか。まあそれは気にするなよ。でもそれにどう見てもあんたの方がまずい状況だろう。まあ俺の話はいいんだよ。一体どうしたんだ、そんな格好でこんな夜遅くに。しかもあんた子供が。実は私家から逃げてきたんです。お腹の中にいるこの子を連れて。え？もともと夫の猛アプローチを受けて結婚したんです。でも私に子供ができて身なりに気が回らなくなると、魅力がなくなったとか俺にはふさわしくないとか言って急に冷たくなったんです。それにお姑さんとの関係もうまくいってなくて、結婚してからずっとお姑さんが経営する飲食店を手伝っていたんですけど、子供ができてからあまり手伝えなくなるとお姑さんまで私に冷たくなって。そんな。それで決定的だったのは数時間前。まったく奏のやつ、子供ができてから髪の毛もボサボサだし適当な服ばっかり着てみっともないんだ。あいつの見た目が好きで結婚したのに、これじゃ意味ねえ。本当にそうよね。あの子、子供ができたことをいいことに店の仕事サボるのよ。本当に使えない嫁だわ。あの二人が私の陰口を言っているのを聞いて、私とこの子はここにいたら不幸になると思ったんです。それで私は
あの家から逃げてきたんです。そんなことがあったのか。もちろん行くあてなんてないんですけど、あの家にいるよりは路頭に迷った方がマシです。それじゃあここに住む。え、そうですね。今なんて言いました？だからここに住めばって。だって行くところないんだろ。そうですけど。確かにこの店の経営は厳しいけど、実は親の遺産があるんだ。だからお前とその子の二人の生活は大丈夫だよ。でもその私、あの、まあ遠慮せずにって。ね、寝てる。全く遠慮してねえな。変なやつだな。こうして俺はしばらくの間、奏とお腹の子の面倒を見ることになった。この先の計画なんて立ててはいないが、まあどうにかなるか。この控えめに見せかけてずうずうしい一人の女、俺の人生を大きく変えることになるなんて、この時は思いもしなかった。今日も頑張るか。ま、どうせ誰も来ないけどな。おはようございます。え、おはよう。何してるんだ。何って、掃除ですよ。なんで。なんでって、恩返しですけど。いや、いいって。鶴だって恩返しするんですから、金でも恩返しくらいできますよ。いや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 、そういうことじゃなくて、お腹の子供のためにもゆっくりしないと。無理したらダメだろ。え、アルトさんって優しいですね。でも私、アルトさんに助けられてばっかりじゃないですか。できる範囲で何かやらせてください。そうは言ってもな、何も手伝ってもらうようなことはないよ。なんてったってこの店暇だからな。って言わせんなよ。まあ確かにそうですね。この店終わってますもんね。ああ確かにって。あ、そうだ。え、いいこと思いつきました。恩返しをすると言って聞かない奏は、おもむろに店内やラーメンの写真を撮り、こうやって、おお、 SNS にあげた。こうやると、おお、するとすぐにえげつない数のコメントやいいねがついた。こうなります。え、なんだこれ、すごい数の反応だな。実は私、 SNS ではちょっとした有名人なんです。え、そうだったのか。奏、インフルエンサーってやつか。実はそうなんです。そして数時間もすると、すごいラーメン、すげえな。奏でかしたぞ。お力になれて何よりです。まあきっかけは私かもしれませんけど。奏ちゃんの SNS 見てきたけど、本当に美味しいね。感動しちゃう。こんなに美味しいラーメン初めて食べた。この人気は私の力じゃなくて、アルトさんのラーメンの実力ですよ。奏で、それにアルトさん結構人気みたいですよ。え、ちょっと怖いけど、なんかイケメンじゃない。ほんとだ、やばい。なんだよ、俺イケメンなのか。そうみたいですね。でもアルトさんは不愛想だから、お客さんが離れちゃうんです。顔はかっこいいんだから。だからちゃんと笑ってください。接客だってラーメン屋さんの大切なお仕事じゃないですか。おお、わかったよ。笑えばいいんだろ。ほら、うん、いい感じ、よくできました。奏の言う通りにしていたら、全てのことがうまくいった。一人ではどうしようもなかったのに、奏の手助けですぐに解決したのだ。 SNS のカリスマは俺にとっての商売の神様だった。できればこのまま奏にはずっとここにいてほしいな。そんなことをぼんやりと考えていたその時だった。らっしゃい。お前の SNS 見てきたぞ。まあ汚らしい店ね。あ、かなで、もしかして。はい、私の夫とお姑さんです。大丈夫か。はい、かなでを辛い目に遭わせた旦那さんとお姑さんがうちの店にやってきたのだ。お前こんなにたくさんフォロワーついてたんだな。さすが俺が惚れた女だぜ。そういうことだったら言ってくれたらよかったのに。こんな貧乏くさい店ばっかり更新してないで、うちの店も宣伝してちょうだいよ。ちょっと最近客の入りが悪いのよ。え、なんか揉めてる。ちょっとやばそうじゃない。あまりにも勝手なことを言う二人に俺はイライラしていた。
今日の奏は何も言わずにうつむくばかりだが、こんなことを言われて悔しくないわけがない。俺は限界だった。おい、お前ら勝手なことばっかり言ってんじゃねえよ。今まで奏のことをないがしろにしてきたくせに、ちょっと利用できると思ったらその態度って、ふざけるのも大概にしろ。ナルトさん、お前こそ何言ってるんだよ。今家族で話をしているんだ、お前は関係ないだろ。そうよそうよ、部外者は黙っていてちょうだい。ほら奏さん、帰るわよ。おい奏、なんとか言えよ。奏、これ以上アルトさんに迷惑はかけられないので、私は帰ります。え、ふん、ほら本人もこう言ってるから。ほら奏、帰るぞ。アルトさん、アルトさんのラーメンは最高です。助けてくれて本当に本当にありがとうございました。確かに俺は奏とは昨日出会ったばっかりだ。旦那さんが言う通り俺は部外者だ。でも待てよ。なんで思ってることちゃんと言わないんだよ。お前とお腹の子供の人生がかかってるんだぞ。どうして SNS のフォロワーには自分の思いを伝えられるのに、今ここではやだ帰らないって言えないんだよ。本音を言えよ。おい、いい加減にしろよ。この子はうちの嫁よ。何のつもりなの。うるせえ。なんだと。やだ。は？私もうあの家には帰らない。何を言い出すの。私離婚する。は？ずっとここにいたい。やればできるじゃん。何言ってるんだ、帰るぞ。いや、いい加減にしろ。やめて。いい加減にするのはそっちだ。早く出ていけ。うるさいわよ。やばくない、かなでさんの旦那と姑、マジノーモラルなんだけど。やば、ほんと最低。引くわ、この写真 SNS にあげようっと。あ、あのお姑さんのお店ここだって。はあ、口コミにこのこと書いておこうかな。え、嘘だろ。やめて、お願い。覚えておきなさいよ。なんとか追い払えたな。よく頑張ったな。この後カナデは旦那さんと正式に離婚。お姑さんのお店はたちまち悪評が広まり、閉店に追い込まれたそうだ。 SNS の力、恐るべし。すごいライブ、ありがとうございます。わっしゃい。あれから数ヶ月が経つが、店は変わらず大繁盛。ラーメンの味、それから俺の見た目が評判で、テレビから取材を受けるほどになった。これもカナデのおかげだけどな。この前のテレビ見ました。実物もイケメンですね。さすがラーメン王子。あれ、お願いしてもいいですか。ああ、あれね。いいよ、もちろん。ラーメン、タンメン、僕イケメン、よいしょ。最高。どっかで聞いたことあるフレーズっぽいに。こういうファンサービスもした方がいいというのも奏のアドバイスだった。そんな奏は今、アルト君調子に乗ってるでしょ。まったく。いや、ファンサービスは大事だって奏がアドバイスくれたんだろ。いや、そうだけど、だってちょっとやきもち焼いちゃうよ。この店のアドバイザー兼俺の大切なパートナーだ。奏です。アルトです。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。SNS の力、恐るべしって本当思うよな。ソプラノ漫画もいくつか SNS やってるんだけど、みんなは知ってるかな。よかったらチェックしてみてくれよな。今日の動画が面白かった人は高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくね。コメント欄で感想も待ってるぜ。また次の動画で会おう。